私とてつもなくむくんでらっしゃいますよ。まあそういう時もありますよね。ちょっと空き時間が1時間ぐらいあって暇なので、あの作業とかしながらみんなとおしゃべりをしようと思っているので、付き合ってください。すがらのみんな付き合ってくれるかな。いいとも、付き合ってくれるかな。いいとも、いいともしてるみんな。まあ今日はもうこんなこういう、今日はこれでちょっと身体洗ってこよう。よいしょ。まあ2時半前ぐらいまでお付き合いしてください、皆さん。でもなんかあのリップ塗ったら彼なりの顔に見えませんか。髪の毛もそんな、まあ広がってはいるけど、そんな広がってないから。それなりにちょっと、よし、じゃあ作業します。作業はします。私作業したいと思います。そうです、サインをね書いてないので、作業という名のサイン書きが全然、ね、追われてないんですよ。あとこちら、あとこんぐらい、そう1個は書き終わったんですけど、なんですけどもう1個はちょっと記憶しない。ないから。これで解くやつ。あの今ここでサイン書く。今は実質サイン会ってこと。実質サイン会。サイン会になるって書いとこうかな。今やってんのかい。サイン会ナウ、めっちゃ嘘つく人。そう、あの一人一人にちゃんとね、あの購入してくださ当たった方にちゃんとあの時間を使えるように今ここにサインを先に書いておいておきます。なので実質あのこうやってさ、でもさ、こうやって仕事、あ、やばい、サイン見えちゃうんじゃない？やってたらさ、字がさ、字っていうか見えなくなりそう、文字。でももう終わっちゃいますよね、そう考えると、4月早くないですか？びっくりする、鼻かゆい。こんなあっという間に今月もまた終わってしまうんだと、ちょっと焦っております。私はだってもう、でもまだやらないと
といけないことがさ、こうやっていっぱいさあるわけだからさ、結構焦ってるんだけど。間違えて日付とか書いてる。え、マジで鼻かゆい。ここがかゆい、ここだけ。ここだけめっちゃかゆい。何？どういうこと？なんでこんなかゆいの？めちゃくちゃかゆい。赤くなっちゃった。悔しい。めっちゃね、姿的には漏れてる気がする。サイン。素柄的にはだよ。みんなからしたら漏れてないって思うかもしれないけど、素柄からしたら漏れてるのよ。素柄からしたらまだ4枚しか書けてない。でもこの束が何枚、なんか2束あるんですけど、1束は結構前に終わらせて、もう一個は放置して、まあ、放置っていうか違うことに時間を使っていたんですよ。さ、ちょっと喋りながらっていうのもあってさ、絶対さ終わんないんだろうなって思う。あ、かゆい鼻。あ、比べ、あ、鼻かゆい。でもこのさ、サイン書いてるさ、音好きなんですよね。このキュッ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 って。いや、なんでここかゆいの？本当に。本当に鼻がかゆくて。悔しい。何？何か言うわけ？ふみはね、持ち歩いてない。こいつを剥がして、なに、なんでこんな穴が嫌な、穴が嫌すぎ、乾燥してるのか。早くみんなにこの写真を見せたいところだが、菅原はサイン会中自分の写真を見せることは基本的にないので、みんな届くまでのお楽しみ。でも今日の、今日じゃない、今回の生写真はあれなんですよ。右の顔なんですよ。右の顔がで撮られてるんですけど、鼻かゆい、もう鼻がもうぐんぐんでる。右の顔なのに漏れてるんです。前もこの話したかもしれない。でも菅原は自分の右の顔が好きじゃないんですよ。だけどなんか潜在写真とか、まあ、今はもう左の方が多いけど、なぜか右で選ばれることが多くて、なんでって、なんか大人の人に右の顔選ばれがちなの。
スガラは左の顔の方が好きなの。でもメンバーは左の顔が好きな人が多いと思う。あ、もう疲れた。もうやめよう。もうやめよう。10枚ぐらいしか書いてない。やめよう。早い。私飽きるの。飽きるのってか集中力が排熱的に足りてないんだ。まだ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 残ってるんだけど、やることあるのにこんな朝後回しにしていいの？ダメだよね。時間は有効的に使うしかないんだよね。でも今はもう2023年なんだと思って、昨日さインスタのさ質問箱をさしていてさ、なんか身長伸びてるのみたいな質問があったんですよ。さその時にさ、まあ伸びてるわけなんですよ、私の身長は。実際4センチぐらいかな、伸びてて、今の公式の身長が何センチか忘れたんですけど、何センチって菅原は書いているのか分かんないんですけど、でも15の時に入ってさ今23じゃん。やば、その時点でもう結構やばいんだけど、でさ8年経つわけじゃん。8年、なんか基本さ成長期ってさその20歳、でも分かんない、女の子もどうなんだろう、身長とかってさ大体さもう学生で止まるじゃん、高校生とかそこら辺で止まるのに、なんか菅原は20歳過ぎても伸び続けててびっくりするんですよ。なんか長くなるなら、足が長くなるならいいけど、胴が長くなるのだけはマジ勘弁って感じ。こんにちは。みんなさチラチラしてくるのいいけどさ、いなくなっちゃうんだよねすぐ。もうちょっと一緒におしゃべりしましょうよ、頑張るから。不思議じゃない？20歳過ぎてもさ身長伸びてんの。びっくりするんだけど。でもさ普通にさ菅原はさ、なんていうの、なんて言ったらいいの、でも本当にちっちゃかったの昔は。今はこんなにも大きかったけど昔は本当にちっちゃかったの。背の順とかもう結構前の方だったの、真ん中よりもちょっと前ぐらいの身長だったわけ自分が。だから気づいたらこんなにも身長が伸びてて、なんかはい、なんかお母さんが一番、お母さんとかが一番びっくりしてると思う。だって中学校の制服とかちっちゃく作ってもらった、これ何回も話してると思うんだけど何回もこの話してるかもしれないんだけど、ずっと勧誘高校だけずっとこの話をしてて聞き飽きた人もいるかもしれないけど、マジでびっくり。って思ってると思う。まあこんだけね大きくなって嬉しいだろうね。知らんけど髪の毛何もやってないとさ、あのちょっとでも
ちょっと気になる。気にならないかもしれないけど、ね、やっぱすがるって変なところ禁止だから、気になるけど、こうすると顔がでかく見える、ね、頑張ってくださいっていうのになくなっちゃうやないか。でもなんか年々食欲が爆上がりしてるのもどうにかしたい。いい加減にしてほしい。でもこれ出ないし、もうやめよう。もう末期券出なくなってきたよ。さ、それこそさ AKB のさ時代の時もさサイン書きがあったわけじゃないですか。なんかその時もここサイン書くの耐えれなくてサイン変えましたサイン変えました。それでサイン会をスムーズにするためにサイン変えました。それのためにこの詩はだから2個サインがあります。今のサインはもうめちゃくちゃスムーズです。超バババババッ。超絶楽です、今のサインは。本当に。あー、長い。よいしょ。そう、書きやすいのにしました。時間は有効活用しなきゃいけない。だから、このサイン、マジでちゃん、なんていう、超早く書かなくても多分3秒ぐらい5秒ぐらいで終わると思う。5秒、うん、言い過ぎかな。でも5秒で終わるぐらいのレベルで書き終わると思う。今のサインなら今のサイン5秒で終わりそう。マジで結構ガジメにタイムアタックしてみる。思ったけどさ、みんなと時差あるからさ、だから、なんていうの、もう一回やってみようかな。どうせ1枚ぐらい余るべ。余るべとか言っちゃった。じゃあいきますよ、よーいスタート。終わり。でもこれさ、何回書かなかったらもっと早いもっと早いもっと早い。どんぐらいだったんだろう。ねえ、鼻がキモい。むくんでやがるぜ。
何秒でした？勝手に始めたんだけど。10秒、5秒待ったか？もう一回挑戦させて。ガチのサイン。うわ、なんで汚い。もう行くよ、もう一回、もう一回、もう一回、行くよ。用意スタート。終わり。終わり。終わり。どうでした？次は早かった気がする。お、4秒から5秒。なんかこの下のチームイート菅原麻也を書いたら10秒ぐらいなんですけど、ガチのほんとサインだけは、あ、すごい透けてる。ガチのサインだけやったらこれなんですよ。菅原のサインはわかります？言いたいこと、まあわかると思うんですけど、言いたいこと。もうさ、このさ、インクカスカスじゃん。そりゃもうさ、サイン書くのさ諦めるよね。汚れた、なんで？どこで汚れたん、これ。うわ、ここだ、キャップだ。そう、もうガチサインだった。あ、やだ、SK 抜きです。 SK48 だっけなんですよ、実は。実はね、実は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 なのかわかりませんけど。ああ、ああ、喉の調子がなんだかあんまりよろしくないみたいです。おめめかゆ。大丈夫です。つけないので買わなくて大丈夫です。ダメだしね、何着せなくなったの。大丈夫です。つけないので買わなくて大丈夫です。こういうのでさ、じゃあつけようかなとか言ったらアイドルなんだろうなっていつもいつも思って、何できないのが私なんよ。今めっちゃ思い出したわ。ピアスつけようと思ってポッケに入れてきたのにずっと忘れてた。ここキッチついてなかったし、え、このうち。キャッチがついてなかったみたい。困った。マツパしてるおかげでなんかいい感じ。まつげなさすぎ、右すっごい細い。みんなはさ、仕事中なのかな。なんか歌っちゃいけない歌がすごいね、頭の中に残ってて、結構自分で、すごいイラついてる。すごいイラついてる。歌っちゃいそうになる。歌っちゃいけないのに。もうサイン書きたくない。疲れちゃった。てか、そんなサイン買ってる人いないだろうって信じて、終わりにしてみようかなって感じ。もう書かなくてもいいんじゃないって思って。もう書かなくてもいいんじゃない。だってこれですよ。これがもう一個あるんですよ。これがもう一個。これがもう2個あるわけ。全部でこれが2個あるわけなんですよ。
って思ったらもういいんじゃない、もういいんじゃないって感じもう書かなくてもいいんじゃないって、それも半分書いたからね、何枚なんだ、じゃあ数えてみるね、1回今からサインが何枚なのか数えてみるわ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10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 、1、2、
100枚だから200枚、そのうちの150枚はもうサイン書いたんですよ。でそのうちの150枚はサイン書きました。どうですか、そのうちの150枚、そのうちの150枚はサイン書きました。150枚書いた。そのうちの150枚、この時間じゃないですね、この時間では50枚しか、あ、20枚くらいしか書いてないと思う。疲れるって思ったら結構書いたんじゃない菅原って思ってるから良さそう。うん、これ以上書かなくてもこれ以上書かなくてもいいんじゃないかと勝手に思っています。慌てることもなさそう。うん、スバル的には150枚書いてたらいいでしょうって感じ。諦めてるどう150枚いいんじゃない、帰った。もうサイン会終わったからやめよう。かわいいだって、嬉しい。まあなんか炭酸飲みたいな、炭酸飲みたいかも。炭酸やっぱ炭酸好きですわ。人によってね、枚数が違うので難しいんですよね。え、炭酸飲もうかな。どうしよう。でもこの回なさそう。見て、かわいい。
炎のチェキもらった。なんかめっちゃ余っためっちゃ余ったって言うからもらったたくさんチェキもらいました。100円あったら買えるはず。一緒に行ってくるね。帰ってきた。あ、ね、皆さんに言いましたっけ、あれ、それこの話もしたっけ、なんかお財布買いたいみたいな話したのってみんなじゃない。見て、あ、4枚ももらってたんだから、チェキチェキ4枚ももらった。かわいい、最高。なんでみんな炎の抽選会とか変わんの、こんなかわいい子ちゃん。なんで？なんで変わんの？いや、全然書いてない。まゆちゃんへって書いてない。余ったのをもらった余ったのをもらったもなんか切ないな。可愛いでしょ、目かゆ、白目向いてそう、めっちゃ可愛い。スワラのレッスンシューズってし、お宝です。かわいい、かわいいから携帯に入れてる。こうやってもうすごい感動してた。でもあとお財布に入れます。財布に入れます。このこあれ、そう、お財布買えたんだ言ったっけ、言ってない、お財布買えたんだ、買えたんです。本当は3月21日に新しいお財布をそれまでに買って買えようと思ってたんですけど、柄が欲しいと思ったお財布が、美味しいんかな、が店舗に売ってなくて、なんで4月に買えた。めっちゃ悩んで、すごい、菅原って結構優柔不断なんですよ。不断な時もなんか行動とかはこう意外とえっみたいな感じの時もあるんですけど、買い物の時とかすごい悩んじゃって、すごい周りにたくさん相談していただきます。うん、なんとも言えない味だ。すごい、こんな感じなんだ。で、帰ったっていう可愛いお財布の話でした。そう、そうだ、なんか可愛いと思ったのが、そう、なんか何個かあったんですよ。何個かあって悩みました。何色だと思います？そう、最近の話。お高かったです。高いんでしょ。お高かったです。お高かったです。もうめちゃんこ可愛いお財布と出会えて最高ですわ。
ていうどうでもいい話でした。まあいいよね、どうでもいい話してもいいよね。でも本当に色が可愛くて、色がね水色なんですけど、水色にするか緑にするかで悩んで、緑がね意外と可愛くて、薄い 緑とか黄緑、なんかこれ菅原の今のネイルのもうちょっと白っぽい緑とめっちゃ緑なのがもあって、でも水色もあって、悩みました。でも水色にしました。色がね悩んじゃうんですよ。こいつ気になるな、この外はね。結構青色好きなんです。青。だから青い。で今もだって青いトレーナーだし。お。すごい謝り方が古かったです。スタッフさんの今メンゴって言われました。あ、カーディガンも青持ってるし、それでこそあのシーホースのあのした時のズボンも青、水色だったし、結構青色が多いです。私服パーカーも持ってるし、でも T シャツとかのこういう青だったらいいんですけど、ここにワンポイントで青とかが多いかも。なんかあの T シャツとかカーディガンとかそのパンツズボンとかだったら水色とかでもいいんですけど、半袖とかさ、あとさ水色着れないよね。なんか汗かいたのがわかる系だと、だとだと水色って使えないですよ。だから汗っかきなんですよ。俺が困った。昼休憩終わりか。そうなの、白 T がね多いんだけど、菅原って白 T をめっちゃ汚すの。でも白 T が欲しいから白 T を買ってしまうんだけど、白 T 汚しちゃうんだよ。ロン T とかもだけど、あと夏になると日焼け止めを塗るから白 T 着てると汚れてくるんですよね、首元が。困った。みんな15分ぐらいになったら教えてください。15分ぐらいになったら教えてください。嘘、20分になったらしようかな。あーあーあー、はい、2時20分、教えて教えて、
あと27分もある。みんなあと27分付き合ってくれますか。なんかまあ付き合ってくれるよね、みんなならきっと。何の話しよう。なんかないですか。それからもう2時半からなんだよ、次のお仕事が。なんかお話しましょう。充電がまあ持たなかったらマネージャーさんに充電器を借りたいと思います。でも結構いたたたたむくんでるぜ。痛い、むくんでる、ほんとに。やっぱサイン書けってこと。サイン書けってことなのかしら。私はこんなあと27分もあるってことは、みんなさ多分さ休憩中とかさなんかやってる時にさ見てくれてるからさ、なんていうの、あんまコメントないよね。寝る？やばすぎ自分。寝ようか。でも寝たらちょっと集中力がなさそうなので。新しいペンもね、取りに行くのめんどくさいですからね。マーヤンアバター頑張ってガチャガチャしてください。ガチャガチャってランダムですから、出てこないですよね。そりゃなかなかレアキャラなのかもしれない。菅原のガチャガチャ。こんにちは、誰か話題ください。お話の内容、あ、花、うん、寝ちゃいけないから、あの菅原ショールームしてるっていうところもあるんですけど、やっぱサインかけて、サインかけってことなの。でももうペンは握りたくない。すぐ、ああ、最近アニメ見てる？見てないんですよ。最近アニメ見てなくて、もうアニメ全然見なくなりました、菅原。本当にガチで見なくなった。もうここ何年も見てない気がする、何かがない限り。初見です、いなくならないでください。最近なんて書いてあるんだろう、出かけましたか、分からんな。アニメは見ないんですよね。漫画もあんま見てないかも最近は。なんかそれってやることあると、なんていうの、てか一個のことに結構ハマりやすいタイプなんですよ。で漫画は結構そのさ、 LINE 漫画とかさ、まあ、電子書籍とかでも読んでたんですけど、その見てなくて最近は。なんかやることとかがあったりすると、なんかそっちに持ってかれちゃうんですよね、菅原って。結構
でもちょっと、まあ、まこれも何回も聞いた人もいると思うんですけど、あのオーディション番組を最近見てて、それでこそそれが見てるとなんかなんていうの、そこでそれに集中しちゃうみたいな、それうんうるせえって言われたんかな、多分違うと思うんですけど、なんかそれを見てたから、なんか見てで他に普通に仕事してみたいな感じだったから、なんか一個のことにしか集中できないんですよ菅原って。変なんですよね菅原って。でも多分こういう人もいると思う、いないかな、どうかしら、どうかしら、どうなの、もしかして誰も聞いてない系、無音で。いないんだ、それと同じ人いないのかな。山に戻るか。でもなんか集中して見れなくなりません、なんか仕事とか忙しくなるととかすると、なんか結構なんか適当に見てみたいな感じになっちゃうか。でもまあ気づいたらそろそろ LINE 漫画に戻ってそうではある、落ち着いたら。二次元同好会はナンバーナインさんのアナザーってことで、皆さんお楽しみに。なんかラーメン部はなんかほのと一緒にご飯食べることは多いんだけど、なんかね冷麺とか食べてる冷麺とか食べてる、ラーメンじゃなくて冷麺食べて。でも最近その行きたいラーメン屋さんを見つけて、今度ほのとの仕事があるんですよ、ほのと一緒にやる仕事があるので、あのラーメンここ行こうっていう話をしています。でも最近悲しかった、ラーメン部といえば悲しかったことなんですけど、あの菅原結構二郎系ラーメンが好きだった好きなんですけど、二郎ラーメンが好きで結構前まで食べてたんですけど、こう最近食べたんですよね二郎系ラーメン。でもなんか食べれないかもしれないと思って小盛りにしたんですよ、もう腹いっぱいで。前までは余裕だったのに、小盛りなんて普通のラーメンの量で、あの全然足りてるってか良かったのに、今はもう小盛りじゃないと食べれなくなっちゃって、二郎系ラーメンが悲しい、本当に悲しいの、なん悲しいの本当に。私は前まであんなに食べてたはずなのに、悲しくて菅原は食べれなくなったこと、悲しくない本当に。ショートに見せる技してみよう。悲しくって結構食べれなくなったことが菅原からしたら、これが大人になるってこういうことなんだなって思いました。悲しいですね本当に、びっくりしております。私はとってもそう食べたいものとか、そう食欲は旺盛なのに胃に入らなくなってきて、なんか胃もたれとかしちゃうようになって、
ってなってる。なんか食べ、でもやっぱ、でもやっぱ食べることが好きだから食べるんだけど食べることが好きだから食べるんだけど、これからもちょっと永遠に食べたいものを食べて生きていくんだけど、ちょっと悲しいなっていう感じ。ちょっと前に東京でお仕事した時にゴッツっていうラーメン屋さんに行ったんですよ。ゴッツラーメン知ってます？ゴッツ背脂ラーメンなんですけど、ゴッツ、ゴッツラーメン知ってます？ゴッツラーメンが美味しかったんですよ、そこの。で、そこ、すがらはめっちゃ好きでした。ツイッターでも載せようと思って文まで書いたんですけど、なんかそこで食べたなんかラーメンとつけ麺、なんて名前なのか忘れちゃったんだけど、そのハーフで食べれるセットがあるんですよ。つけ麺も食べれるしラーメンも食べれるみたいな。で、私もう美味しくてどっちも食べて、とっても美味しくて、なんか同じ醤油のはずなのにちょっと違くて、で、その柚子、すごい、なんて名前だったっけな、あれ、なんか空みたいな、みたいな感じの、なんか醤油に柚子みたいな入ってるつけだれで、あのつけ麺を食べたんですけど、でもそれがめっちゃ美味しくて、めちゃくちゃ美味しくて、とっても美味しくて食べたいっていう話食べたいって話だから、名古屋にもできてほしい。ごっつ美味しかったです。でもそれやっぱ背脂、あ、そう、空だと思う、確か空っていうつけ麺のメニュー名、美味しかったんで、すがらは美味しいって思いました。皆さんのお口に合うかはちょっと分かりませんが、私の口にはとても合いました。麺もトロトロで美味しかったし、なのでまた行きたいなっていう話でしたあとでもないんだけど、なんだっけ、なんか言おうとしたのに忘れちゃった、ね、忘れた、悔しい。っていうごっつ美味しかったです。ごっつ行ってみてください。皆さんの口にも合うのかどうなのか。あ、思い出した、すがら背脂とか結構好きなんですけど、でそれこそ二郎系ラーメン食べたら背脂マシマシにしてもらうんですけど、あのそっち系はなんか食べれる、まあもう最近ちょっと年感じてる時もあるんですけど、あの家系ラーメンは結構すぐ胃もたれするんですよ、そっちは。なぜか家系はもうずっと前からすぐ胃もたれしてて、なんでかなって感じなんですよね。背脂系は食べれるのに家系はすぐ胃もたれするのってなんでって感じ。誰かこのなんでか知ってます知らないですかね、知ってます、なんで背脂ラーメンは食べれるのには普通いけるの、胃もたれしないのに家系は胃もたれするんだと思います。なんでだと思いますか。
お腹鳴ってる。なんでだろう。家系の方がさ脂多いのか。でもさ二郎系だったらさそんなさもう背脂をさそのまま食べてるわけじゃん。なんでだろう。不思議なんだけど。前髪長かった伸びるの早いな。合う合わないがあるのかな。つがら家系が合わないのかな。なんでだろう。誰か教えてください。家系ラーメンはニンニク入ってるからじゃない。でもさ二郎系でもニンニク入れるでしょ。つがらは入れるんだけど、入れるよね。何なんだろう、ちょっと分かんないです。なんかすごいちょっと隣で結構会議なんか知らんけどちょっと始まったので、あー野菜でね、なんか意外と声が響いてるのでちょっと20分までしようかなって思ってたんですけど、ちょっと終わりにしたいなと思います。終わりにしたいなと思いますです。なので皆さんまたどこかでお会いしましょう。ということで今日もゲリラ配信ということで、ありがとうございました。もしかしたらいろいろと菅原が喋ってないことによっていろんな会議の話がもしかしたら聞こえてたかもしれませんが、皆さんそれは自分の胸の内にしまっといてくださいということで、ありがとうございました。バイバイ。イエーイ、またね。バイバーイ。